ブラックライブスマターの暴動は、米国ペンシルバニア州のピッツバーグでも起こり、ピッツバーグの市長の家に押しかけ、大声で叫び、嫌がらせをしています。ブラックライブスマターはメガフォンで市長に向かって吠えるように文句を言い続けています。周辺の住人らは大変、迷惑を被っています。警察が市長の家を24時間体制で警備に当たっています。次はレストランでの嫌がらせです。ピッツバーグで9月6日の午後、レストランで食事をしていた白人たちにブラックライブスマターの黒人の男がメガフォンで、白人は消えろ、店からとっとと失せろと叫んでいたようです。ブラックライブスマターはますますエスカレートし、白人が行く店への営業妨害と白人への嫌がらせをしています。この老夫婦は食事をしていただけでしたが、ブラックライブスマターの黒人女が、テーブルに置いてあった水を飲んでいます。これは非常に不愉快な場面です。老夫婦は抵抗すれば暴行されるので、黙って見ています。集団で来られると誰でも恐怖を感じます。この老夫婦も怖かったと思います。